はい、どうもタイガです。今回ね、やっていくのは、この初心者に超おすすめの大型バルーンですね。まあ理由としてこのキャラですね、すごい簡単なんですよ。出し方さえ覚えればソロキャラなんで落とされづらく、でアンチキャラ引かれてもね、なんだかんだ結構働いてくれる。でやっぱね、あのステータスと言いますか、なんだろうな、団子とか底力を振らなくても強いんですよ。それが本当に高評価。ただやっぱね、爆撃が10か11かで性能変わるんで、もしね、使う方はね、もちろんね、11目指してほしいんですが、10でも強いです。今回はね、そんなね、バトルバルーンを使ってやっていきたいと思います。よかったらね、皆さん最後までご視聴ください。では、やっていきます。はい、それではね、1戦目、やっていきましょうか。まあ、初心者、そうですね、初心者、中級者にすごいおすすめ。団子底力を振らなくても活躍できる方。要は、振れない方っていらっしゃるじゃないですか。白レベル足りないとか。それであっても、振らなくても活躍できるんで、すごい強いんですよ。まあね、頑張ってね、活躍させたいと思います。活躍させられなかったらすいません。まああのね、活躍させられるように、させられるようにね、頑張ってね、使おうと思いますが。かなり強いです。団子底力振ってないのに、あまりの強さに、B0 狙いに行っちゃったから。お、倍率いいね。早速。ユカリンがね、足を持ってるはずなんで、あ、バサが切ってくれましたね。撃ちましょうかね、自分がじゃあ。ウサギじゃなければ嬉しい。バイクか。うん。したらね、取ったらね。あー、取れないか。残念。さあ、もうどんどんね。やっていきましょうか。どんどん行こう。どんどん行こう。オッケーオッケー。カメがね、面倒くさくね。で、カエルもいるんですよね、相手。マジで苦手、そのキャラは。で、一応ね、ミノガも苦手なんですよ。なんでそこだけね、注意して、立ち回っていきたい。ミノガだけね、倒してくれたらすごい嬉しいんだけど。あ、ナイス、それ。したらもうバル行っちゃってもいいかなって感じだけど、これバルキーが多分やってくれるんですよね。いや、バルの出番ね。まあでも、ここ。で、タイミング見ましょう。あ、上取るぞ。根付け、ナイス、強い。ミノひっくり返んね、マジで。ナイス。したら相手もう一本方いるんですよ。で、多分ね、切ってこなかったってことは、ナスではないはずなんで、ただカエルが怖いんですよね。バルあんま聞いたくない。カエルだけはマジ天敵。ちょ、取れそう。あ、いっちゃう。最大射程をね、常に、取って。で、カエル怖いんで、ミドル合わせていきましょうか。取りで狙ってもらって。もしね、カエル飛んできても、カエル出されてもビートルがいる。取ってくれる。バルはね、マジでカエルで2角なんですよ。それだけ本当に怖い。そこだけ注意できればもうマジで強い。まあ行きましたね。これバル関係ないですね。完全に。バルうんぬんじゃなくて、もうミノとドラドラが全部やってくれた。範囲が広すぎて、で、そのソラキャラ倒せる、バルをね、倒せるキャラ引かれなかったらもうやられないですよね。一生一方的。高火力、高範囲。よし、いい感じ。次行きましょうか。よし、ではね、やっていきましょうか。2戦目。バルね、うまく使いたいですね。ユカリン結構ね、早めにブラドラ行くんで、バルをね、同じタイミングで出しちゃうと、ナスに2枚抜きされちゃうんですよ。それだけは避けたい。うん、札はまあまあ、フェアリーはね、あんま意味ないですね。バルには届かないんで、フェアリーはね、バルーンには効かないです。うん、バレザー来ない。まあでもいいでしょう。一応フェアリーがいるのでこう来ましょうか。さあ、いい感じ。走ってもらって、そう、ナイス。ここさえ取れればね、これバリー行きましょうか。すぐさあ来たな。ノーム、まあノームだったら別にいいですね。で、一応ね、嫌なのが、あ、ナイス、ミノ。あ、最高、その防御力アップ。なんか食らってる。なんだ、なんか食らった。え、カエルか、カエルでもなんかいた、カエルかなんかいた。バールめっちゃいったんだけど、あ、通っちゃった。バール一生働いてる。 OK、 ナイス。うわ、ミノずっと働いてますね。ナイス、ミノ。さあ、ミノ回復してあげたい。そう、これもう無限に回復したいですね、ミノを。残してあげたい。さあ、ミノ回復して。
まだこっちブラブラ来てないですからね。まあ相手も大型まだまだ来てないですけど。さあ、あのね、あ、カエルがいたんですね。だからダメージ入ったんだ。めちゃくちゃ痛かったからな。まあこれはさすがにダメージ痛いと。さあ、ここはね、引っ張っていきたい。ナイス。で、一応ね、メリューがいるんで、カエルは見れるんですよ。ドークもやってくれましたね。うわ、飛び上がった、あいつ。OK、チビホラでね、ワイバーやれてる。さあ、後ろは見た。問題ない。サイクロか。サイクロちょっとめんどくさいですね。サイクロめんどくさいですけど、問題ない。取っちゃった。OK。流せますね。対空がないのがちょっと気になりますけど。そう、ちょっとめんどくさいけど、全部取っちゃおう。取っちゃおう。もう取って取って取って、取りまくって。攻めよう。うおー、ユカリンがサイクロに対して、うまい位置に出してる。あ、うまい。その位置はうまいっすね。さすがにうまい。さあ、ビートル、取っていくよ、ヘジホー。最高か？これは干渉いけるでしょう。ナイス。さあ、ビートル、取っていけ。ナイス。逃げていく。うん、完璧。うわー、右を入ってる。うわ、めっちゃどこ入った。まあでも干渉で。いい感じですね。いや、カエルか。なんかドーンって入って、カエルっぽい衝撃入ったなって思ったんですよ。で、ダメージめちゃめちゃ減って。でもやっぱね、一生削ってくれる。いや、バール強いわ。よし。ではね、3戦目かな。やっていきましょうか。やっていきましょう。今ね、7枚チケットあるじゃないですか。で、5回砕くつもりなんですよ。今回は。で、12回できるからね、試合ね、6個6個で取ろうかなって思ってて。で、このね、バールの前に多分、他のね、動画を撮影してるんですよね。多分ってかも撮影してるんですけど、レドラかな、その時は。で、今のところ、8連続干渉です。前回の動画と比べる、動画から続いて、最後までね、狙っていきたいところではありますが、でこんな話をするとね、やれかすはずなんで、ちょっと黙っとこう。まあ、バイ来ないか、くそ。ちょっとね、調子乗ったかな？調子乗ったから、ボーナスフィーバーの神様が、じゃあ倍率やらんって言ったかな。間に合わないですね。牙が早すぎる。大砲撃ってくるよね、そりゃ。回避できたらよかったんですけど、まあ、なかなか回避できるもんではないので、ビートルで牙取っちゃいましょうか。あー、無理か。あ、でもダメージが感じに入ってますね。OK。よしよし、牙も倒した。おー、うまい。それ美味しい。それは美味しいな。取れそう、取りで。実は下いる。ナイス。完璧だ。これ取りたいな。お、なんか下頑張ってくれてるな。ここね、取り返したいんですよね。ここ取り返せると後が楽なんですけど。ナイス。危ね。守り切って。守ったはず。オッケー、どこも入れた。素晴らしい。ナイス、バラバラ。そこから。トレントね。バルチョ。こっからのバルチョ強いですよ。で、後ろ見ましょうか。ケザで。さあ、いいダメージ。さあ、倒していく。ナイス。カタバルトうまいっすね。重ねが。完璧。さあ、いいダメージ。これ、旗印入れ。入んないか。これ、旗印入るとマジで熱いですけどね。ユカリンが多分出してくれるでしょ。水剣かなんか。それに合わせて、キャラを置きたいんだけど。ナイス、水剣。さあ、いいよ。さあ、恨み切り強い。取っていく。さあ、多分これ、バル結構頑張ってくれるはずなんですよね。なめっこ。ナイス、ミノ。もう、勝ちに行く。干渉欲しいからね。ナイス。よし、後ろはね、もう見れるんで、やっちゃいましょうか。自分で。これは干渉取れますね。なんかゾンビいる。さあ、ぶん回し、ドーン。カマキリ。右を、右に石化入んなよ。オッケー。やべ、エルフ一体も使ってねえや。やばい、取れやばい。ナイス。危ねえ。見てなかった。ナイス、オッケー。よし。アルトラルトラ干渉続かなかったから。セーフ、セーフ、セーフ。
これで今9連鑑賞かな。素晴らしい。バール良かったですね。めっちゃ活躍してくれて、大型倒しきるまでずっと生きてた。あれがマジ強いんですよ。あの倒せるキャラ引いてないと本当に一方的どうしようもない。大砲打つしかないけど、大砲もね確定数多すぎて打てないみたいな。足と一緒に引きたいんですよね。まあ足は引けなかったけど、まあ一応ね足をねユカリが固定してくれてるんで、あとはね2人がね引く可能性もあるんで、まあいいでしょう。札は強いですよ。ロックマンがねもうね強いって言えるようになったんですよ。前まであれだったけど、前まではね引いても微妙かなって感じだったけど、よっしゃやっと倍来た。今回倍率が悪すぎるんだよな。やっと来てくれたよ。さあ、ゴブリンバイク、あられちゃんがいるんで、第一取ったらあられ横出ししてバーサーカー吹っ飛ばしましょうか。バーサーカー吹っ飛ばし狙い、さあ狙ってけ、パーン、オッケー、ナイス。うわっ、あ、惜しい。ちょっと狙おうかと思っちゃった。さあ、あらナイス、よくも回したよ。取りに行け、取りに行け。ワイバーやだな、ワイバー。ただ結構削ってる。いい感じに。ただワンパン。ナイス、根付けん。ドン。ドン。あ、惜しい。さあ、どうしようかな、ここ。上、あられ。ワイバーがマジできついっすよね。みんなワイバーきついっぽいな。あ、ナイス。もういっちゃう、バルじゃ。連戦。相手自己ワックもらったんだ。これバレがどうこうじゃねえな。なんか普通に終わったな。カマキ4体でしょ。もう一瞬で完勝。そう、ナイス。ワイバスルーっすね。誰も体力持ってないかもしれない。ナイス。早っ。1分25秒ん ?3 分半で確かね。1分25秒で終わったよ。やばっ。いや、ミノ強っ。さあ、5試合目ですね。5試合目、今のところ、前回の動画から続けば10連完勝です。あと2回。あと2回完勝したら、もう全部、12連完勝を確定できる。確定12連完勝を達成できる。あと2回。頑張りましょう。お、札また強いですね。ロックマン、金髪強いし、アラレ強いし、ナメコ強いし。倍率来ないけど、まあ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 、やっていきましょうか。サイがいると、サイとバザーカー2発いっちゃおうかな。あー、取れなかった。この配置はねまだ行きたくないんですよ。さあ、ダメージいい感じに入りますね。バールがね流れちゃうんでね、ここはね行かずに削っていきたい。できれば、あ、これいっちゃおう。これさすがにいっちゃおう。ミノもいるんだけど、バルはね、ソラキャラなんで、ぶっちゃけ、流れても活躍するんですよね。さあ、ナイスミノ。ナイスミノ。バル削られたけど、まあいいでしょう。とりあえずナイス。素晴らしい。あとは今ね、あいつが、あれ。さあ、ナイスね、ズケン。そのカニもナイス。大型がね全部流れてっちゃうんで、ここをね何とかできれば問題ないですね。え、多分あの流れがあっちの方向に、あ、でも取れる、あ、ラッキー、取れちゃった。あ、カニ素晴らしい。そのマンドラね出てからカニを出すのが安定ですね。素晴らしいカニだ。ドラゴンバット出そう。これでブルドラを狙う。ブルドラじゃない方掴んじゃった。おお、通してる。え、なんか死んだんだけど。ブルドラ何があったの。おー、アーチョキンマッチが相手、すごい珍しい。欲しい。アーチョキンマッチ火力高すぎて死んだんだけど、ミノが。ナメコ行こうかな。まあ、これも干渉ね、もういけそうっすね。このまま行けば。うわ、アーチョキンマッチ強えな。耐えてるんだ、じゃあこう一回。オッケー、ナイス。いい感じ。まだ干渉。ね、バルはね、中途半端に後から切ってもね、孤立しちゃうんで、結構ね、合わせた方がいい感じがする。
よし、ではね、ラストいきましょうか。ちょ、ラストね、まさかのね、実況者に当たるっていうね。オレ君に当たりました、オレ君。干渉いけるか最後。今ね、11連干渉中。これ最後か、最後も干渉できれば、もう、12連干渉、全干渉達成するんだけど、まさかの、知り合い。あ、倍率来ないな。今回本当に倍率の、あれが、低い割合が。さあ、フェアリーがいるんでね、ネボボニータイとフェアリーいっちゃいましょうか。ガチガチかも。だからこれネズミ現象にあげよう。リンプンしなくてもネズミが速くなる。ネズミリンプンあげてやったネボボと同じぐらいなんだけど、ちょっと面白いな。さあ、急げ。取れないんか、それ。お、避難して、ナイス。さて、ワイバちょっとめんどくさいですね。ただワイバめんどくさいけど取れそう。ナイス、いい感じ。じゃあ、ミノガをね、どうするか。あ、ヘジオ素晴らしいね。これさ、ワンチャンさ、スライムにさ、ビートル合わせてあげてさ、ビートルできる人いねえかな、ミノガに。死んねえかな。ド発電、あ、来た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 、あれ俺のじゃねえ。俺のじゃないじゃねえかよ。ふざけ、それは。さあ、バーで行きましょうか。もうこうやって合わせる、キャラに。キャラに合わせてあげる、これが強い。さあ、ブラドラのダメージ。バルもね、2枚抑えちゃいますけど、問題ない。さあ、あれ、チビフォアが強い。チビフォア合わせようか。ゴーレムを狩ろう。これでチビフォアでゴーレムを瞬殺。ナイス、行きましたね、これは。これは行ったでしょ。さあ、チビフォアがね、すげえ数いいんだけど。なんだこれ、5体いいんだけど。おい、チビフォア何やってんだ、5体もいいんじゃねえかよ。あげろ。ああ、息子連発されてる。さすがにこれ守ってあげよう。守ってあげないとかわいそう。OK、ナイス。これはいったでしょ。チビフォアの数、やば。いや、チビフォアでずらされて、バルにワイバー重ねてんのに、瞬殺されてるバルが。さあ、これは行きましたね。バルは落ちちゃいましたけど。さあ、相手でバルの使い方がマジで強いんだよね。なんとか、12連干渉。ありがとうございます。取ってるよね。OK、OK。よし。達成。12連干渉。お疲れでした。よっしゃ。はい、皆さんお疲れ様でした。バルーン使ってきました。もう本当にすごいおすすめなんですよ。まあ、今ね、僕は爆撃11ですけど、10でもね、強いです。ただやっぱね、11で範囲と威力変わるんで、範囲と威力ですね。威力が大きく上昇し、効果範囲が拡大。マジで強いんでね、ぜひね、使う方は、11を目指せるボックスをね、作ってほしいんですが、団子底力もちろん固定するなら振りたいですよ。ただ、やっぱ、団子触れる白レベルじゃないよとか、まだ30だし、とか35でも全然団子も触れないし、底力も触れないし、みたいな方いらっしゃるじゃないですか。だとしても、強いんですよ。だって自分のこれだもん。団子底力ゼロですからね。振ってないですもん、一回も。それでこんだけ強いの。というわけでね、かなりおすすめのキャラなんで、初心者、中級者にすごいおすすめです。ちなみに上級者の方でもバルーン固定してる人はいっぱいいます。例えば、1700超えてるジミーさんとかでも、実況者ですね。ジミーさんもバトルバルーンがメイン。で、今ね、強 P1800 超えてる、コウさん。1800超えたキャラはスライムとネズミ剣士だったはずだけど、その過去にね、キラービーバルーンで、1750ぐらいまで上がってるんですよ。うん。8バル。そう、他にもね、ギルガメさんとか、あそこら辺もね、バルーンがメイン。バルーンがマジで強いって。バルーンのおかげで1700超えてる人もいっぱいいるんで、かなりおすすめ。上級者も使います。初心者中級者におすすめしてて、上級者も使う。そんなキャラです。よかったらね、皆さんもぜひ。使ってみてください。はい、今回もご視聴ありがとうございました。よかったらね、皆さんチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。ではお疲れ様です。